というわけで今回は一番くじ鬼殺の志、志と書いて死って読むのかな、これを引きに行きたいと思うんですが、前回僕は煉獄さんのラストワン賞を当ててます。でもラストワン賞はやっぱりみんなの力を借りて、まあ当てるものですので、自分の実力じゃない。今回は A 賞 B 賞 C 賞どれかフィギュアを自分で引いて当てたい。ただ一番くじに丸腰で挑むほど僕はバカじゃない。用意してあります、パワーストーン、こちらご覧ください。大宇宙のエネルギーを秘めたパワーストーンで、しかもこれヤフオクで1000円で売ってくれたんです。でも優しい人がいるんだなって。だってこれで運気が上がるんですよ。それを1000円で誰かに譲ってあげよう、運をお裾分けしてあげようって、そういう風に思ってる人がいる、それがまず嬉しいなと思います。そしてこれを僕はもう1000円で買わせていただきましたので、優しい人はまだまだいます。こちらゴールドのトランプ、運を呼ぶトランプです。見てください、これもヤフオクで1000円で買ったんですけど、めちゃめちゃなクオリティ、そしてこれは幸運を呼ぶんです。これをたったの1000円で譲ってくれるっていうのは本当に優しいんだなと思います。そしてここで1個だけ運試しさせてください。今からポーカーをやります。この大宇宙の力やこのカードの力ですごい役が出るんじゃないかなと思って、ちょっと一番くじの前の前哨戦ということでちょっとやっていきます。これぐらい切ったらいいかな。こんなもん。では運試しポーカーやってみます。さあこれもういきなりロイヤルストレートフラッシュが来たりして、5、4、3、え嘘でしょ？え嘘マジ？これやらせないからね。これマジっすからね。これマジっすからね。今俺ストレートフラッシュです。これ本当言わせてください、一発で取りました。しかもちゃんと切ってました、スタッフも見てました。でいきなりストレートフラッシュっていうことで、これただ C っていうのはこれデフォルトの状態だったから、こう切ってとしても固まったりするのか、でも多少は切れてるはずなんで、そんな中でもこれを引いたっていうのはやっぱりこの大宇宙パワーの力がもう来てるんだなって。マジでこれは一番くじにすごい弾みがついたと思います。じゃあもう買ってきますが、もうここから先は時間を飛ばして結果発表に移りますので、皆さん今のうちにちょっとエネルギーください。本当に鬼滅の刃が大好きなんです。当てたいんです。義勇さんじゃなくてもいい、炭治郎でも禰豆子でも、もう禰豆子でもとか言っちゃいけない、もう全部欲しいんです。だからお願いします。じゃあちょっと行ってきます。じゃあ時間を飛ばします。あ、でもその前にちょっと感謝の素振りだけしとこう。鬼滅の刃に感謝を、鬼滅の刃を愛している。あ、天井に穴開いちゃった。というわけで戻ってきました。じゃあ解消から発表させてください。そして解消もまず G 賞なんですけど、チョコノットフィギュアということで、これ何が出るかっていうのがわからないんで、ちょっとそこは開けていきたいかなと思います。ちょっとこれ開けちゃおうかな、開けちゃおうかな、ちょっと開けていきます。これちょっとノーカットで開けた方が臨場感あるよね、ノーカットで開けた方が臨場感あるよね。さあ果たしてフィギュア当たったのか、その前に前哨戦としてね、いいやつ来るかな。はい、富岡義勇、え、羽織着てたからじゃない、羽織着てたから来てくれたんじゃない、やった義勇さん。ただ義勇さんは大当たりのでかいフィギュアがあります。それが当たってたのかどうかってことですね。まあいいや、続き見ていきましょう。 G 賞もう一個当てます。あ、当てますっていうかこれ当たりとかないんですけどね、誰がいいかな、やっぱそろそろ煉獄さん欲しいかな。ちょっと最近煉獄さん経験あんまり引いてないんで、これ当てたら神だな、これノーカットで言ってますからね。はい、ねずこちゃんでした。ねずこちゃんも嬉しいね。義勇さんねずこちゃんですね。義勇さんねずこちゃん、ちなみに今回はスタッフとそれぞれ1店舗ずつ回って合計20個買ってます。フィギュアは80個のうちの6個しか入ってないので、まあ、当たんない可能性は確率としては、まあ、全然あるんじゃないかなと思います。続きまして F 賞です。 F 賞は合計7個量産されましたので、ちょっといっぺんに開けますね。じゃあここはカットしちゃいます。煉獄さんそろそろ当てたい、マジで。煉獄さん、来た、煉獄さん来た。これちなみに1個目だからね、先に言っとくよ。ほら1、2、3、4、5、6、7、煉獄さん、え、煉獄さんって言ったら速攻来たね。おにぎり食べてる、尊い。いやありがたいっす。なんか今日神がかってる感じするね、やっぱね。これちょっとね、みんなね、これね、パワーストーンがあるんだよ。今日はパワーストーンがある。煉獄さんも来てくれた、ありがたいありがたい。いやこれカットしますとか言ったけど、ちょっと今遊びで煉獄さん来てほしいなとか言って本当に来ちゃって、じゃあちょっとどんどん開けていこうと。ちょっと開けづらいね、硬いね、やっぱり厳重に守られるべきだからね。もう煉獄さんはいいです、もう煉獄さんはいいです。あ、また義勇さん、また義勇さん、なんかこう、なんか義勇さんと縁があるな、義勇さんと縁がありますね今日ね。じゃあちょっとどんどん開けていきます。あ、これサネミとかもいいのか、サネミも熱いよね、サネミとかね。
はい。サネミの話したらゲンヤ来たね。サネミの話をしてたらゲンヤが来ちゃいますよね。それはね、ごめんなさい、あの別にゲンヤ君、俺サネミのことを狙ってるとかじゃないからね、そういう好きじゃないからね。はい、炭治郎君ですね。同期が先に来ましたね。はいはい、全通全通同期組がどんどん集合していきますね。はいはい、ムイ君来ました。湯島とかたまえもいるんだ。そっちも結構レアだよね。さあ誰が来るんだが、結局誰が来るんだ。はい、湯島が来ました。噂をすれば湯島が来ました。続いて衣装手ぬぐい3つ来ました。せっかくなんで開けます。善逸伊之助からの炭治郎禰豆子からの炭治郎禰豆子でした。手ぬぐいなんか外れじゃないのって思われるかもしれないけど、全然もう飾ってテンション上がりますね。今もめちゃくちゃ飾ってるんでね。いやーテンション上がるな。これは何なんだろう。甘露寺光からこう始まって、こうほら見て見て見て、鬼殺隊の名前の一覧みたいな。これなんかね、額縁入れて飾っておきたい感じだよね。かっこよくこれあったらね、やべえ、これめっちゃかっこいい。さあラストです。我らが柱の前だぞということで、これかっこいいね、これかっこいいね。だ強いて言うなら、これさ、みつりちゃんの隣に小花井くん置いてほしかったかな。というわけで、かっこいいタオルでした。続いて D 賞です。キャンバスボード煉獄さんと炭治郎、これ選ばせてもらえるやつなんで、めちゃくちゃ良心的だよね。好きなキャラクター選んでいいってことでね。ちょっとどんな感じか開けてみます。はい、こういう感じで、まあイラストはこうなんですけど、こう厚みがあって結構硬い感じですね。木でちゃんとできてる。裏面の時に何もないんですけど、これ飾っとくとインテリアとしてすごく良さそうですね。ちなみに他にはもう一個、煉獄さん炭治郎、やっぱこのコンビいいよね。さらに煉獄さん炭治郎、僕煉獄さん炭治郎ばっかり選んでるね。やっぱね、煉獄さん炭治郎のペア好きでね。でもやっぱり同期組の大事さも忘れてないよ。まあこれ玄也たちはいないんだけど、善逸炭治郎伊之助いいですねってな感じでございました。さあフィギュア出たのか、次があれば C 賞です。じゃあカットします。というわけで師匠来ました。来てくれた。いやもう奇跡的、奇跡的。しかもこれだけじゃないんです、これだけじゃないんです。ダブル義勇さんってことで、ちょっとこれね、当てちゃったーって思ったんですけど、まああの一番くじの中に義勇さんって2体しか入ってなくて、その2体両方ともちょっと引いちゃったんで、うわちょっとなーって思ったんですけれども、当たったのは当たったんで嬉しいんで、ちょっと他の人にも回んなかったのはちょっと残念だなって部分もあるんですけど、まあでも引いたのは引いたんで、もうこれは僕は勝負に勝ったってことで、大事に飾らせていただきます。ちょっと早速開けていきましょう。じゃあもうワクワクで開けていきます。これね、イラストで見た時からめちゃくちゃテンション上がってて、これ欲しいなって。これ普通のフィギュアじゃないんですよ。ちょっと後ろにね、ちょっと飾りがあってね、すごいんですよ。ちょっと待ってね、これね、リュウさん来てます。開けていきますね、開けていきますね。というわけでちょっと見てもらいます。富岡義勇です。かっこよくないですか、この表情とか。ちょっと後ろ回し見ていいですか、この肩の抜か抜かないか。あ、ちなみにこれ悪鬼滅殺書いてありますね。さすが柱です。いやかっこいいね。ちょっと一周回しますね。こんな感じめちゃくちゃ嬉しい。今義勇さんに羽織着てるのは実はそんな意味があったんです。いやーまさか義勇さん2体来てくれるとはね、めちゃめちゃな引き良さだと思います。さらに背景もあるんで、それもちょっと飾っていきます。はい、見てください、このおしゃれな背景。こういう感じです。裏はまあこういう感じ。あ、透けてるんですね、こっちもね。こんな感じでなってるんですけど、義勇さん足をこれに乗せるんですよ。そういうこう後ろの使い方をするんですね。このここに足を乗せるって。じゃあちょっと乗せて飾ってみます。はい、というわけで水の呼吸の使い手、水柱富岡義勇でございます。かっこいいね。ちょっとこの表情見てください、表情。このね、イケメンだよね。そして背景がかっこいいよね。これは素晴らしいっすね。いやーいい感じです、これは。いやこの角度も凛々しいっすね、この角度も凛々しいっすね。いいっすね、この悪鬼滅殺、そしてこの表情です。かっこいいわ、もうかっこいいしか出てこない。羽織もおしゃれだしね。そして柱仕様の金のボタンもちゃんと再現されてますね。いやかっこいいわ。このアッキー滅殺で見るとめちゃくちゃテンション上がるんだよね、やっぱりね。かっこいいっすね。ちなみにすごいことに気づいたんですけど、裏から見るとちょっとこの義勇さんのシルエットっぽくなって、これはこれでかっこいいね。義勇さんのシルエットが浮かび上がる、こういう飾り方もありっちゃうのかな。かっこいいね、なんかね。さあここでおしまいと見せかけて、まだ上位賞当たってます。B 賞かまど禰豆子来てくれました。しかも禰豆子2体来ました。禰豆子も2体来ました。ちょっと上げていきます。でちょっと背景と重ねる前に、背景と重ねちゃうとこの後ろがねちょっと見えないので、後ろの髪をですね、この髪の毛が再現されていますね。大丈夫かな、こんな感じでね。はい、じゃあちょっと全体像はちょっとまた映します。はい、というわけでかまど禰豆子ですね、ちょっとアップにしていきますが、
ほらこれなんかおしゃれなポーズしてるよね。おしゃれなポーズしてますね。かなり可愛らしい感じでね、背景もただ可愛いだけじゃなくてなんかちょっと大人な雰囲気ですよね。この感じね、おしゃれでいいんじゃないですか。ちょっといろんな角度から写します。はい、この角度はこんな感じですね。ちょっとアップにしていきますが、さあ禰豆子さんですね、可愛らしいお顔ですね。なんか優雅でね、あの手の感じがいいですね。手がなんか背景の花びらに触れそうな感じで、すごくなんかお美しい感じですね。いいですね。横顔も可愛らしいですね。ほらこの爪のところもちゃんと作られてます。色が塗られてますね。顔もやっぱ近くで見ても可愛らしい感じですね。ちなみに後ろからだとシルエットこんな感じになりますね。これはこれでなかなかおしゃれな感じしますね。これはこれでいいんじゃないかな。というわけで A 賞かまど炭治郎は弾けませんでした。もうちょっとそこは残念だったんですけど、でももう十分すぎるぐらいだよね。ギグさんとネズコ2体ずつ弾けたんだから、もうめちゃくちゃ嬉しい。ただネズコがこのままじゃ寂しいかなと思って、これくしくもです、今ちょうど届きました。頼んでおいたこのフィギュア、中身は何でしょうか。ちょっと開けていきますね。というわけでかっこいい炭治郎お兄ちゃんが来てくれました。これでネズコも寂しくないかなと思うんでね、みんなに仲良く過ごしてもらいたいかなというふうに思います。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。一番くじですね、煉獄さん、ラストワンに続いて今回も義勇さん、ネズコ弾けてめちゃめちゃ嬉しいです。みんなもうここまで見てくれて、そして応援してくれたおかげだと思います。それではちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。正直このパワーストーンが本当に効果があるとはちょっと思ってなかった。